はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。今朝ね、あんどん外した野菜です。夏野菜です。今日はね、結構ね、天気が良くてね、カンカン照りです。30度近いですよね。夏日通り越して、猛暑日って言うんですか、何日って言うんだろう。かなりね、温度が高いです。で、やはりね、野菜しおれてます。場所によってね、トマトはなんとか大丈夫なんですけど、このナスですね。ナス結構元気な、ないですね。これはもう水かけないとちょっとやばいかなというレベルです。ナスと、はい、これもね、キュウリもね、ちょっとしなっとしてますね。はい、キュウリもちょっとしなっとしてます。はい、そういうことでね、これから完成したいと思います。まあ今日あたりはね、本当もう冠水できる人は水かけてあげてください。野菜もね、暑くてあえれると思うんで、冠水できる人は水を与えてあげてください。まあね、高温障害とかそういうレベルではないんですけどね、まあ熱中症になるちょっと寸前ぐらいの状態にはなってますんでね。はい、冠水できる人は水をあげてください。じゃあ奥からね、冠水してきます。はい、あと全体的にね、水をかけて、温度を下げてやります。まあこちらはね、すぐに乾いちゃうんですけどね。まあ温度を下げてやりましょう。
はい、夏野菜、完成終了です。今2時半なんでね、3時半頃までがね一番暑い時期なんで、また少量のようだったらね、追加で完成をしたいと思います。はい、野菜のね緊急完遂でした。お付き合いありがとうございました。